勝率を気にしたら勝てない。パチンコで日本一周に行か世界一周回をした私、近藤春菜がパチンコの楽しさと勝ち方をお伝えするチャンネルです。どうも近藤春菜でございます。今日はですね、勝率を気にしたら勝てないと、そういうテーマでお話ししていきたいと思います。はい、急ではあるんですが、今カメラ撮ってるの2月です。1月の収支をちょっとご覧いただきたいと思います。1月こちらでした。はい、私ですね、1月がプラス34万8703円ですね。14連勝してる時もあり、時給が3259円でございました。はい、3259円っていうのは移動と抽選時間も含めてます。はい、なので実質パチンコ打ってる時間もだけにしたら3500円超えてくると思います。はい、ただ今日はですね、別に僕がこんだけ収支上げてますよって別に自慢するために取ってるわけじゃありません。はい、勝率を気にしたらパチンコは勝てないよと、そういうテーマでお話ししていきたいと思っております。なぜ勝率を気にしちゃいけないのか、はい、皆さんなぜだと思いますか。はい、ちょっと考えていただけたらと思います。はい、よろしいですか皆さん。いや、さすがですね。そう、正解です。その通りですよ。はい、なぜ勝率を気にしちゃいけないのか。はい、それはですよ、勝率とかよりも、勝率とか連勝とかよりもね、連勝いくつしたのか、勝率とかよりも長期的収支の方が大事だから。はい、結論もこれなんですよ。結論先に言いました。はい、よくね、ツイッターとかで、まあ、いろいろ質問いただくんですけど、金子さん勝率どれくらいなんですかっていう質問をよくいただきます。はい、ただね、勝率気にしちゃいけないんですよ。はい、なんで、勝率を気にすると長期的に勝てないかっていうのをちょっと説明しますね。はい、例えば勝率を少しでも上げたいというふうに思ったら、プラスになった時点でどんどんやめていけば勝率はアップするでしょう。はい、ただそんな立ち回りをしていたら長期的には勝てないです。なぜならね、パチンコっていうのは持ち玉比率が大事なんですよね。はい、初玉再プレイとか駆使していかに持ち玉ができたら、その持ち玉でいかに粘るか、はい、それが大事なんですよ。はい、それをガンガン捨てちゃうことになるんですよ。はい、例えばスロットとかで設定6を掴んだと、それでもプラスになったらやめる。そう簡単に設定力、まあ、僕スロットの知識ないですけど、簡単につかめるもんじゃないですよね。それをやっと掴んだら取り切れる時間までぶん回すべきなんですよ。もうこれだけです。はい、よろしいですね。はい、なので勝率とかは気にするなと。もう今日のまとめいきます。今日のまとめね、勝率とかは連勝とかを気にするな、持ち玉ができたら取り切れる時間までとことんぶん回せ。はい、ぜひこれを皆さん意識していただきたいと思います。はい、勝率とか連勝とか絶対気にするな。はい、ありがとうございます。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。先月14連勝か